喜ぶ心身に売れば悟り必ず定まらん。サマナ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 。残という心の当たり、これが実は仏教の善の心の働きで最も好ましい、最も尊い心は慈悲の心ですね。最も好ましいのは何かと言いますと、この残の心の働きだとされています。でこれはどういうふうな心の働きかと言いますと、端的に言いますと、恥を知る心の働きです。で私たちは善悪を行った場合、何をもってですね、悪を正していくのかというと、恥を知ることによって悪を正していくということを私たちはしているわけです。でこれは私たちの日本の仏教の影響を受けた文化なんですが、これはどうやって恥を知っていくのか。単にですね、安物の服を着てるか、まあ、これはあんまりいい服じゃございませんけど、安物の服を着てるかとかですね、破れているからとか、お金がないからというのはこの頃恥ずかしいと言ってますけど、そうではなくって、まず恥を知るには1番、理想を心に掲げる、これは仏教で言いますと仏教の教えですね。別にこれは仏教の教えなかったら、自分の理想とする卑怯な真似はしないとか、弱い者いじめをしないとか、人に優しくしようとかですね、関の刀打ちだったら昔の関の孫六のような刀を作る心だし、そういうふうなものを掲げます。そして2番目、ちょっとここ見にくいですが、理想と自分の良心を顧みる、つまり、理想を描きます。そしてそれをが大切だというわけですね。この絵も今日の疑惑と書いたような気がするんですが、この理想を仏教の教えですね、これを自分の良心とともに顧みる、つまり第一段階として自分の理想を必ず見つける、仏教で言うと仏教の教えを見つける、そして理想と自分の良心を顧みる、その次に自分が抱いた理想であるのに、それに自分の行為や行動や心がけが外れたとき、どうしても外れるときってありますね。一生懸命真面目にしようと思ってるのに、なお酒飲んだとか、なんか、変なことしてしまった。その場合、そういうことは人間ありますか？構わない。まあ、やらん方がいいんですけども、その場合、この理想とした筋から外れることを自分が気がつく。そうすると、ここに、恥じるという行為を、心の働きを動かすことによって、これを元に引き戻す。これが先ほど言った癌の心の働きだとされています。つまり、誰から何かを言われるわけではなく、自分で理想を掲げることによって、
自分の心とそれを見つめることによって、あ、自分は外れてしまったということで、恥の心を抱くことによって、自分を引き持つ。単に恥じるんじゃなくて、本質はこれなんですね。自分を野に沿うかという、つまり授業中に言うんですけども、立派な人間のなり方です。私は立派な人間になりたいと皆さんそう思われているかもしれませんが、難しいことではないというのが仏教の立場です。つまり理想を掲げる、そして理想と自分の良心、心を顧みる、そして自分の言い方や、志、あるいはですね、心の在り方がそれから外れた時に、それを恥じるということによって初めて、自分を引き戻すということになります。でこれによってですね、人間がですね、誰から、言われることもなくてですね、自分を正しくしていくことができる。これがですね、非常に、仏教では尊いと、される、最も好ましいとされている、心の働きです。で、この心を抱きますと、一つは、何を見習うべきかが分かってくるということです。つまり自分が理想を抱くことによって、自分が何を目標にすべきか、何を理想に描くべきか分かる。つまり関の刀打ちで言うと、自分は関の和五郎みたいな言い方を作りたい、名刀を作りたい、そういつも心がして刀を打っておれば、自ら言ったら、あ、これで刀やっていうのが分かるということです。それは才能ではなくて、何を志しているかというので決まってくる。ですから、仏教が言ってますのは、私たちは、こういうような仏教の教えなり、自分の理想とすることを、生き様を心に描くことによって、何が立派な人間か、何がいい行為か、どのように生きるべきかが見たら分かってくると。分かってこないとですね、ブレますけども、生き方をブレさせないというのがこの残という働きなんです。で、もう一つは、この恥を知る心、残という心を働かすと、その反対の悪心、これ悪心、悪い心の働きなんですけれども、この反対である無残という恥知らずの心の働きを、おのずから、まあ、自動的にですね、消滅させていくということです。で、これ見て書いてあるのが、残がないんではなく、正反対だと思ってもらったら結構です。で、仏教は非常に面白い心理分析をしておりまして、煩悩、つまり悪い心の働きと、善の心の働きは正反対の関係になると考えます。つまり私たちは欠点が無数にあって、悪い心もいっぱい持ってますけども、その場合自分に良い心の働きを働かそうと思った場合、その自分が今持っている悪い心の働きの正反対を考えてみたら、それは良い心の働きだ。つまりこれ学生さんの指摘でですね、いい指摘してるなと去年のテストに書いてあったのがあったんですが、煩悩感も嫌だけど、よく考えてみると、煩悩の正反対が善の心の働きだとすれば、煩悩は私たちの一つの才能なんだなと思いました。これはすごい指摘だなと私は思いました。私たちは欠点を持っていますけども、その欠点である心の働きを正反対にすると、その善の心の働きは働かすことはできないとしましても、何が善か分かるということです。無残、恥知らずの心の働きを正反対すると、恥を知るという良い心の働き。そして、まあ、去年やった不嫉、嫉妬をするという心の働きを正反対したら、不嫉、つまり他人の幸福を喜ぶことができるという非常に良い心の働きだ。つまり全て正反対にしていくとですね、良い心の働き、悪い心の働きが非常によく分かってくるということになります。で、私たちは、日本人はよくですね、宗教がないとか、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教の方から言われたりしますが、実はこういう風なんで、ちゃんと善悪にしていると思われます。ルース・ベネディクトという方が戦後ですね、日本人の心を分析して、キリスト教の文化は罪の文化だと。
で日本人は恥の文化でちょっと劣っているというふうに書いたようなところがございますが、決してですね劣っているのではなくて、ちゃんと仏教の哲学に基づいて私たちはこれによって恥を知ることによって自分を律しているわけです。でこれも授業中でご紹介したりしてるんですが、イスラム教徒の人々で世界を回ったことのある中で、そういうふうな、まあ、商業とかいろいろしている人が、自分がムスリムの国、つまりイスラム教国を除いて自分が評価して住みたいと思う国はどこかといったら日本だと言うんですね。日本人ええ加減やと思ってますけど、イスラム教徒みたいな厳格な戒律を守っている人は日本人がいい。なぜかというと倫理観が優れて人間性が優れているからということを言うんです。では私たちはなんかイスラム教のような強力な宗教で規制しているのかというと、そうであって、仏教のほのかなですね、こういうふうな恥を知る精神、理想を描く精神、それよりずれることによって恥じてそれを元に戻していくという精神を身につけているわけです。それによって強力なですね、ものすごい戒律と思って豚肉食べてはならない、1日5回メッカの方向を向いて礼拝する、一生に1回はメッカを訪れないかんというふうな、イスラム教徒の人々もびっくりするようなですね、倫理観を身につけているということでございます。ですから皆さん方もですね、まあこういうふうな良い心があってですね、恥を知るという心、これは武士道の精神にもつながると思いますが、そういう心があって私たちの社会を律している自信を持ってですね、こういうふうな良い心を、まあ、心の働きを仏教は分析しているので、これを、まあ、心に抱いてですね、何か理想を描いて、生きていっていただければと思います。ですから、皆さん方お子さんとか育てられる時は何か理想を言ってあげる、英雄伝とかですね、英雄のお話で言ってこのような立派な生き方だよということを言ってあげると、子供はそれを理想に描きますので、おのずと立派になっていく。だから夢、変な話を聞かせたり、自信を失わせることを言ったら子育てではいけないし、教育ではいけないということになります。なるべく尊い理想を描いて生きていくということが、自分も他者も立派にしていくということになります。ちょっと長くなりましたけども、私の話以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。